明るく楽しく元気よく新州大学教育学部皆さんこんにちは。新州大学の島田です。えー、この動画は高校の進路指導の先生方へ、えー、令和5年度の入学者を、えー、対象にして、えー、新州大学教育学部のご案内をしたいと思います。よろしくお願いします。えー、この動画では3つの Q&A をお話ししたいと思います。 えー、3つの Q は、えー、こちらにあるといい、どのような生徒におすすめですか強みは何ですか進学を考えている生徒への情報はありますかということでお話をしたいと思いますで。まず最初に、どのような生徒におすすめですか、えー、小学校、中学校を中心に、先生になりたい生徒におすすめです。この先生になりたいというところがポイントになります。 で,では、なぜ先生になりたい生徒におすすめかと言いますと、えー、新州大学教育学部では、小学校免許の取得がほぼ必修です。えー、ほぼと言いますのは、えー、と参考までに下の方に、えー、14のコースがありますけれども、えー、ほぼすべてのコースで必修になっています。一部のみ、えー、小学校の免許の取得が必修ではないですけれども、ほぼすべてが必修です。また さらに、中学校免許の取得が、えー、多くのコースで、これは、あの、過半数を超えてます。多くのコースで必修です。まあ、すなわち、小学校の免許と中学校の免許を取得しないと、卒業ができないということなんですね。で、これは、あの、先生になりたい、えー 生徒にとっては、まああの、先生になりたい学生にとっては入学後ですね、入学後学生にとっては非常にいいんですけれども、そうではない生徒は、あの先生になるための授業をたくさん取らなきゃいけないのであの、それはかなりつらいことにもなります。ですので、先生になりたいという、えー、明確な意思かも、もしくは進路の一つとして考えているですねあの、こちらに書いてある通り、進路の一つとして考えている、えー、生徒にお勧めをしたいというふうにあの考えています。 であの少なくとも先生になりたくない生徒が、まあ、いると思うんですよね、あのそういう生徒にはお勧めしないでほしいというふうに我々は考えていますあの。かつては教員養成の大学でも先生にならない進路を、えー、推奨するようなそういう、えー、仕組みがありました、まあ、いわゆるゼロ面というものなんですけれども、えー、もう現在ではゼロ面というものはありません。でですので えー、すべての学生が基本的には教師になることを前提にカリキュラムが組まれている。まあ、そのようにお考えいただければと思います。で、さらにですね、あの先生になりたい、えっ、ー、と、生徒には中学校の複数教科ですとか幼稚園、高校、特別支援の免許も取得可能になってますので、えー、先生になりたい人にとっては、まあ、非常にいい環境ではないかというふうに考えています。 では、二つ目いきます。強みは何ですかということなんですけども、えー、これも先ほどと、あのー、重なるんですけどね、先生になるための支援と長野県にある魅力、この二つがあります。一つはですね、先生になるための支援なんですけど、えー、カリキュラム、まあ、あの、これ詳しくはホームページご覧いただければいいんですけど、まあ、先ほど申し上げました、小中両面ということですね。えー、小中の免許を、えー、多くのコースが必修になっていると。 それから、臨床の地というキーワードですね。こちらのホームページご覧いただければと思います。先生になるためのカリキュラムが組まれているというふうにお考えください。でまた、進路ですけれども、学校教員が現状では半数以上ですね。 で、えっ、ー、と、我々としては、あの、さらに教員就職率のアップを目指しています。まあ、もちろん、あの、進学する、あの、学生もいるんで、いる、いますし、民間企業に就職する学生もいます。ただ、まあ、あの、現状半数以上でさらに教員の就職率アップを目指している。で、そのためにカリキュラムを、教師になるためのカリキュラムにしている。というふうにお考えいただければと思います。 で、また、就職支援ですと、あの、教職コーディネーター。まあ、これ元教師ですね。えー、その、元教師による教職相談ありますし、えー、教員採用試験の対策なんかも行っていますし、あと模擬面接なんかも行っていますし、えー、教師になるための支援は充実しています。まあ、もちろん、あの、民間企業に行く学生もいますので、できるだけの支援はします。あの、進路がね、 例えば、先生になりたくても、大学に入ってから、あ、先生じゃないなっていうふうに思う、あの、そういう学生は当然いますから、あの、もちろんできるだけのサポートはします。え、それから長野県にある魅力なんですけれども、まあもちろん、あの、教員養成の大学全国にたくさんありますし、まあ教員養成に限らなければ、まあ特にね、都会に行きたいっていう、あの、そういう高校生たくさんいると思います。 で、えっ、ー、と、まあ、その中で長野県にある魅力をお話しさせていただくと、まず、あの、すべての先生になりたい生徒におすすめというのが、まあ、自然豊かな環境ですね。あと、あの、非常に大学ってお金かかりますよね。で、あの、物価が比較的都会に比べて安いと思います。家賃にしても生活費にしても。で、あの、それは一つのおすすめですね。で、さらにですね、まあ、あの、 この小中十教科の教員免許状に対応、まあこれは長野県にあるっていう魅力ではないんですけれども、あの、これはまあ信州大学教育学部が、まあ比較的幅広い教員免許状に対応していて、さらに高校特使も可能です。まああの、これ大学によってはなかなか中学校すべて出せるところがあるかというと、まあそうでもないところもありますので、まあこれはあの一つの特徴になると思います。まあもちろんね、 あの、全国の教員養成学部、様々な考えがありますから、えっ、ー、と、まあ、それぞれ特徴があると思いますけれども、まあ、比較的多くの中学校の免許が取れるということが、あの、新州大学教育学部の一つの特徴です。まあ、あとは総合大学であるということも一つの特徴ですね。あの、他の学部の、まあ、あの、1年生は松本キャンパスで、他の学部の、えっ、ー、と、えー、 学生と一緒に学びます。まあ2年生以上はキャンパスを移して、えー、学ぶんですけれども、まあ他の学部との学生と交流が持てるというのはまあ一つのポイントかもしれないです。まあ、あとは交通の便比較的いいですね。松本キャンパス、長野キャンパス比較的交通の便はいいです。まあこれまた調べていただければと思いますけど。まあ、あとは海外留学なんかもしたい学生にはあの推奨してますので、海外留学も準備もあります。はい。ということでこれが一つですね。あともう一つは、 特に長野県内に就職したい生徒ですね。あの長野県内に就職したいという生徒には特におすすめです。 えー、例えばですね、長野県教育委員会との連携ですとか、長野県と人事交流など付属学校での実習ですね。長野県の先生と、まあ、あの長野県の先生から教わることができる、まあ。教育実習なんかでですね、教わることができる。まあ、あとは、小中両面の推奨ですね、まああの。長野県内では小学校と中学校の移動があの非常に多くあるという特徴、まあ。これ特徴的なんですけど、一つ大きな特徴がありますので、まあ、あの 小中両面が取れるとといいいうのは1つ大きいと思います、まあ、あとは多数の先輩が働いている現場に就職できると。信州大学教育学部はあの長野県に就職しているあの先生たくさんいらっしゃいますからあの、多くの先輩が働いている職場に就職できると。まあ、こちらはあの長野県内に就職したい生徒のおすすめの点ですね。まあ、もちろんあの全国の信州大学に行きたい、信州大学教育学部志望の人に、あの 良いね、環境はもちろん提供できるとは思います、まああの。特に長野県に就職したい生徒にはおすすめということですね。はい。では3つ目です。進学を考えている生徒への情報はありますかということで、えー、ホームページ、SNS とオープンキャンパスがおすすめです。ということです。で、あのー、まあ、 このね、あの動画ってなかなか全て伝えきれないんですよね。なのでもう本当に表面的なことしかお話できないんですけれども、あの、もう少し情報が欲しいという方は、ぜひ、信州大学教育学部のホームページをご覧いただければと思います。で、さらにですね、信州大学教育学部では、あの公式の SNS が、えっ、ー、と、Twitter、LINE、YouTube があります。さらに、コース、研究室、教員の SNS をですね、これ現在強化していますので、あのこれから充実してくる。まあ、あの、現在でもね、いくつかありますけれども、これから 充実させようかなと思っていますぜひですね、SNS をあの生徒にお勧めしていただいて、信州大学教育学部の雰囲気を、えー、そこ、SNS からご覧いただければというふうに思っています。あとはオープンキャンパスなんですけれども、2022年は、えー、と8月8日の月曜日に開催します、えー。この中のメインはコース説明とコース相談ですね。 であの、一番大きなあのメリットというのは、先生ですとか、あと在学生ですね、あの直接話ができることですあの。直接話をして雰囲気を聞いてほしいなっていうふうに考えています。でまあ、あとはあのオープンキャンパスに関する詳しい情報は、信州大学教科学のホームページをご覧いただければと思います。はい、あとはその他のポイントですね。 ええと、まずですね、取得できる免許状資格です。あの、こちらは、あの、生徒の進路にとって非常に大事ですよね。あの、まあ、我々もね、あの、多くの資格出したいんだけど、なかなかそういうわけにはいかないので、あの、資格とか免許状は限られてますから、あの、ホームページで必ずご確認をしていただきたいと思います。えー、それから、入学試験では、面接がほぼ、ほぼ必須です。まあ、あの、一部、あの、例外があるんですけれども、ほぼ必須です。 で、あの、こちらについては学生募集要項で確認をお願いしたいと思います。え、それから、高校の先生になりたい生徒には、あの、これ、まあ、よく聞かれるんですけれども、あの、中学か高校の先生になりたいっていう、そういうニーズが割とあるんですよね。で、その時に、まあ、なかなかこう、ね、あの、教育学部に行けばいいのか、それとも、一般の、あの、学部に行けばいいのか、 どちらがいいんですかっていうのは、まあ、なかなか我々も難しいところなんですけれども、一つのポイントとしては、小学校免許を取得する意思があるかどうかっていうことをポイントにしていただきたいと思います。というのは、小学校の免許必修ですから、教育実習も行きますし、で、可能性としては、小学校に就職することをまあ一つの前提として、 えー、授業もカリキュラムも組まれています。ですから、小学校の免許を取得する意思があるかどうかというのを、えー、選択の一つのポイントにしていただければいいのではないかというふうに考えております。はい。ということで、あのー、この動画では3つの Q&A をお話ししました。1つ目がどのような生徒におすすめですかということで、えー、小学校、中学校を中心に先生になりたい生徒におすすめということですね。先生になりたい生徒を我々は求めています。えー、2つ目です。 強みは何ですかということで、先生になるための支援と長野県にある魅力ということで二つお話ししました。あの、先生になりたい人にとっては非常にね、あの、我々も、まあ、あの、良い、えー、授業ですとか、まあ、支援策提供できていると思います。まあ、もちろんね、あの、大学に入ってから先生はやっぱりやめようかなですとか、まあ、例えば大学に入る時点で先生になろうかな、それとも先生じゃなくて企業に行こうかな、 っていうそういうういい生徒いて当然だと思うんですよね、まあ、ですから、まあ我々としては先生を一つの進路に考えているそういう生徒にぜひ来てほしいなと思います。でまあ、来てから先生以外の進路を選ぶことはそれは全く問題ありませんからあのできるだけの、ね、サポートはしていこうというふうに考えています。 はい。それから三つ目です。進学を考えている生徒への情報ありますかということで、ホームページ、SNS ですね。それから、あの、ぜひよろしければ、オープンキャンパスに、えー、いらっしゃっていただければと思います。まあ、あの、オープンキャンパスをおすすめいただければということですね。 はい、えー。ということで、えー、これで、えー、高校の進路指導の先生に向けた、えー、動画を終わりにしたいと思います。えー、新州大学教育学部に、えー、興味のあるそういう生徒がいましたら、ぜひおすすめをしてほしいと思います。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。